上級トンプをいつものように打ちたいと思います。最近マイクの声が入っていない多々あってすいませんでした。一応喋っているんですが、後で動画上げた後にあちゃーとドラ E1 トン1曲ペーチャーパッと見リーチドラ1ですね。数ワン持ってるんで E1 使えなそう。まあ一応4メンツできたんで、1メンツ、2メンツ、3メンツ、ウーソーとトンのシャンポンと。あ、これはいいですね。あとは3つの2面埋めてリーチ、ドライチと。これは絶好のツモ。3人ともピンフ系ですね。上が初をポンであの捨て牌、一応ソーズかなと。ただソーズかなですね。ちょっといいや、差し子とか手が変わりそうですけども、リーチドライチで貼ったらリーチ、または貼る前にリーチ来たら考えると。右はまあピンフ系、上は一応ソーズ。あ、トン切ってきた。リーチ左もまあピンフ系ですね。リアンワン残り3枚、ウーワン4枚。リーチドラ1、38分は26。あ、これ危ない。リーツモドラ1だと12000ですね。ツモの2、アンコの8、30分ジャスト。2000点。まあ、これはいいでしょう。これは全く問題ない論というか、上から論食らうのが嫌だからリーチかけず降りるみたいな選択肢はまずないんで、ちょっと待って、ちょっと薬杯のシャアだっただけになんか取っちゃいましたけど、切ってもいい気がしました。あんこになんないけどポンしたら2000点確定なんで、うわー、なんじゃこりゃ。ちょっと待って、ちょっとこの辺はあのジャンとはどっか重なるだろうっていうので、あとあんこになったらまあ使えますけど、基本シャーなんていらないんで、まあ、チーソー重なってくれるのが一番ベスト。リャンウソーから引いたらドラ切ってリーノミで勝負するのかって話ですね。いやー、ちょっと待って、ごめんなさい。一応カンロッソー闇点、どうしようかな。ちょっとこれはあの回してみます。半ロッソーでリーチドラ1はちょっと、それだったらなんか回してみようかなと思っちゃいました。スーワン、スッチーワンとウーピンが当たり、まあ親が残ってるっていうのもああいう余裕につながりますね。親がなくて4茶でみたいなだったらもう上がりに行かないといけないんで、
さっきのは即リーという可能性もありますが、4統一なんで一応チー統一も保険かけておきますが、両面が埋まって3番と白のシャンポンとかが、または2差し差し5あたりがいいのかなと。ドラが両腕なんで、この形から2差しちょっと厳しいですね。白は泣かないです。白泣いたら先手になるんで、まあ、切っていくか、リーチかけられた時に切るか。親はチューン、ドラチューン赤位置とかニックくらいですね。手役はついてないと思います。いや攻めるね、攻めるね。チューンアン民間、これはリーチかけたいね。ぜひ E スーピに取るか、イースーピンに取るか、白両ピンのシャンポンに取るか。私はちょっと即利両面なんですが、リーのみです。一発26の裏が期待。まあいいでしょう。オーラス親三茶、まあ、ちょっと上がればトップになれるような僅差ですが、麻雀は手の高さ云々じゃなくて上がれる確率がまず 25% なんで、ここぞの時には絶対自分が上がるっていうのはかなり難しいです。これはもう単野を置いた方がいいかな。すごいな、ウーソが枯れた。まあ当然あのビリの人は、四茶の人はこういう場を乱す点数が大きく動く、こういうことは全く戦略的にいいと思うんで、チーワンに単ヤオでくっついたらもう食い単に行きたいんですが、このままだと食いたんのみ1500がいいとこなんで、もう一個欲しいですね。一打目に数層切ってウーソー感なんかすごいな。まあこれでもう全泣きですね。全泣き、どこでも泣きます。食いたんドラドラゴッパが見えたんで、もうロン食らってもいいんで全泣き、前に進む。ポン。ヤンワンが残り1枚か。スーソーも残り1枚。これはいらないな、食いたんの都合上。ポン、一番いいとこ残りましたね。シャンポンになるだろうと思ってたら両面でうまく晴れたので、これで逆転です。5800。まあ、点数の動きがこう小さい小場の小競り合いだったんですが、
そんなにこう打ち終わってああしてればよかったが思いつかないので、まあよかったなと。貫禄走で即リーかけなかったのがまあよかったかなと。かけてたらスッチーワンがあの枠で囲まれたので、4789から4切ってると思うんで、まあそこで9ピンアンコートして降りたっていうのはまあ良かったんじゃないかなと思いました。まあ、トップ取ったのでもう一回やってみたいと思います。いつも見てくれてありがとうございます。また続けていきます。どうもありがとうございました。